きをいただいたので、イサキを唐揚げにして、今取ってきた野菜と合わせて、まあ何でもいいんですが、あの今年はシソがたくさんできてですね、シソを利用した料理が今年は多いんですが、それとチシャと完熟のトマトから生きゅうりでもいいんですが、最近は常備にしてるらっきょう漬けのきゅうりを使います。それとまあ、うちで採れたニンニクですけど、ニンニクもスライスして、一緒に魚と一緒にドレッシングで、食べようと思います。ドレッシングは何でもいいんですが、柑橘類の多いドレッシングでも和風ドレッシングでもいいと思いますが、最近はちょっと日向夏のドレッシングをよく使ってるんで、今日も日向夏をかけていただこうと思います。まずはじめに野菜の方を先に切っておきます。きれいに洗って赤チシャの方はもうある程度水気を取って、お皿に、こんもりと盛り付けておきます。それと、らっきょう漬けのきゅうりは薄く斜めスライスにしました。からトマトは四つ切りにして、5ミリぐらい のいちょう切りにしてます。で、シソは丸めて千切りにしてます。まずこれを準備しておきます。まあ、野菜は自分の好み、量も自分の好みで、いいと思います。夏はやっぱりシソとか胃腸にもいいって言われてますし、ビタミン A やビタミン K、などが多いですので、魚と一緒に摂るととてもいいと言われていますので、そうします。そしてニンニクはこれも好みでいいと思います。縦に薄くスライスしてます。量はもう好みで、してください。でまず、野菜の方を切って下準備しましたら、次は魚を作ります。イサキを作ります。イサキは刺身にもなると思いますけども、今日は唐揚げにします。で、鱗が飛びますので、まな板の上に新聞紙を敷いて、飛び散らないようにして、尾の方から上の方に包丁を立てるようにして鱗を落とします。鱗をきれいに落としましたら、鱗はお腹のあれも間もきれいに落とします。で落としましたらお腹を開けます。中を開けます。中を開けたら エラと一緒に内臓を取り出します。内臓を取り出しましたら、骨のあるとこですね、背骨のところの血合いを骨に沿って書き出します。で、ここまで済んだら、きれいに一度洗います。で、きれいに、さっと洗いましたら、水気を取ります。
中の方の水気もしっかり取ります。しっかり取りましたら、背に沿って包丁の目を入れます。背に背とそれからお腹の方のお腹の方にも骨に沿って目を入れます。で、裏側も反対側も背に沿って切れ目を入れます。で、お腹の側も入れます。で、入れましたら背骨に沿って包丁を入れます。で、尻尾の方は切り離さないで包丁を上向きにして骨に沿って上に切っていきます。で、ここで一度切り離します。で、下の方も切り離します。で、半分できました。これで3枚に下ろします。こう背骨とお腹に沿って目を入れてると割とまっすぐ切りやすいのでいつもこうしてます。そしてここにまた包丁を下向きにそっと入れて、で上向きに入れて、これからまた背骨に沿って上に包丁を動かしながら切り離します。で、切り離しましたら、この腹びれの方の胸のエラと腹の方のエラを外します。切り落とします。で、切り落としましたら今度は腹の方の骨を切り取ります。そぎ取るというんですかね。薄く削ぎ取ります。で、ここの骨も取りましたら、今度はここの骨を真ん中に、出ている骨をこういう骨抜きの毛抜きのトゲ抜きのようなものがあります。これで、真ん中の骨を指で探しながら、抜きます。一応唐揚げにしたりすると骨が硬くなって食べづらいですので、こうやって、骨を抜きます。中骨を取りました。で、これを取りましたら、反対に向けます。
皮が厚いっていうか厚いので、揚げたりすると曲がりますので、縦にちょっと筋を入れます。皮目に軽く、2本ほど入れました。で、入れましたらこれをまあ一口大というか食べやすい大きさ3つぐらいに切ります。切り分けましたら少し塩コショウ、味コショウですね、好みで自分の軽くコショウだけでもいいですし塩コショウでもいいと思います。塩コショウがなじみましたら、ビニール袋に、大さじ1杯ぐらいの薄力粉が入ってます。この中に入れて、これを油で揚げます。油をかけている間に、隣のフライパンでニンニクを炒めます。で、ニンニクは冷たい油の中に入れます。それから火をつけて、熱い油の中に入れると、焦げてしまいますので、焦がさないように焼いていきます。こんがりと色がついたものからお皿にまず上げていきます。火はあまり強くしない方がうまく揚げられます。揚げられるというかこんがりと炒められます。ガーリック炒みができました。油が上がり160度になりましたので、この中にイサキを入れていきます。で、160度ぐらいでゆっくりと揚げます。160度で、3、4分揚げたものです。軽くきつね色に色がついたら